さあ、今朝の景色はこんな感じ。てってれー。おはようございます。最高の朝を迎えました。網走湖、湖畔キャンプ場です。向こうがオホーツク海側になります。船が出てるんですね。何の船なんだろう。漁なのかな。起きろ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 、朝だぞ朝だぞ朝だぞ、仲良し兄弟いつも一緒にくっついて寝てます。朝だぞ、はい、ウェイクアップ。はい、小鳥さん、寝起きで一言。3、2、1、9。はい、葵さん、寝起きで一言。3、2、1、9。おはようございます、葵さん。おはようございます。今日今いる場所はここはどこですか？女万別キャンプ場だっけ。女万別キャンプ場、間違いではないです。網走湖っていうふうにも言うし、目万別湖とも言うみたいですね。よく眠れましたか、昨夜は？うん、朝ごはんカモン。そこで転べ。最高の絵になる。いただきマックス。てってれー。朝ごはん、トーストと目玉焼き。いただきます。オーライ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 。What？ オーライ。なんかずれてね。ストップ。ちょっとずれてる。ちゃん入りました。大成功。これね、切り離せるのがトレーラーの一番いいところです。ここにね、待機させて買い物とかお風呂とか機能をね、自由に行くことができました。でこの後ギュッギュッギュッとしっかりと止めまして、さらにですね、足が走行中に万が一にも落ちないように固定してあげることで、心臓がアップ。お願いします、助けてくれ。以上です。目満別湖畔キャンプ場、最高にいいキャンプ場でした。必ずまた訪れたいと思います。それでは6日目出発だ。おお。おいいキャンプ場だった。いいキャンプ場だったね。あ、重さなしである。天然パーマ超絶おすすめ。さあ、今日も最高の天気。エンガルロックバレースキー場に来ました。なぜここに来たかというと、このスキー場のピークからジップラインできるんですね。このアクティビティに挑戦しにやってまいりました。青井さん、今日やりきたのはこれです。森のオールジップライン。ビビってないな。ロックバレースキー場、お願いします。セット完了。またお金発生で、はい、準備完了。準備完了。てってれー。これがサマーゲレンデ。あ、やってるやってる。あれだ。イヤホー。あー、最高。すげースピード。怖くないか。やったー。楽しみー。行ってきまーす。小鳥さん、はい、エンガルロックバレースキー場のジップライン、ドキドキしているか？楽しい。楽しみです。最高。楽しみ楽しみ。すごい景色です、小鳥さん。はい、まもなく終点です。せーの、よいしょ。ありがとう。まもなくてってれー。こっちダイナミック上級者。スキーのコース。これはスキーでも来たいね、いつか必ず。この景色やばいっしょ。
全長1135メートル、最高時速70キロ、高低差60メートル。こいつは楽しみです。リリン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 、うわー、そこそこ怖い。はい、小鳥さん、ワクワクドキドキ。ここからあそこまで行くらしいですよ。まず1、うわー、早い。葵さん、今のを見てどうですか？ビビってますか？ビビってますか？怖い。やばいね。ビビってますか？うん。さあ、妻が飛び立ちます。さようなら妻、いってらっしゃい。バイ。うわー、すごいスピード。妻飛び立ちました。これ気持ちいいはずだ。さあ次は葵、頑張れ葵、行ってこい。どうか、グッバイ葵。やりました。葵選手どうですか？怖い。怖い。3、2、ゴー。うはい、どうぞ。お願いします。怖い。気持ちよかった、うん、重いとスピード出るんだねこれ。どうもありがとう、楽しかった。アゲイアゲイ、いきますよ。気持ちよかったね。もう一発です。葵さん、あれ、ビビってる？3、2、1、バギュン。すっごい気持ちよかった。千葉から来た甲斐があった。そうなんですか。わざわざありがとうございます。とんでもない。すげえ気持ちよかった。風やばかった。風やばかったです。気持ちよかったね。うん。怖かった。怖かった？よかった。気持ちよかった。よかったか、妻。よかったか。駐車場に止められなくて苦戦していたら、バスのバス停に止めさせてくれました。優しい、ありがとう。エンガルでのランチはこちら、大宇宙大空。いいですね、行ってみましょう。こんにちは。ここはね、長距離バスのバス乗り場なんですね。バスの時間が迫っているお客さんは急いで止めてくれます。チュン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 、とんかつとハンバーグのハーフアンドハーフ、デブジャム、いただきます。カメラこれついてる。お疲れ様でした。美味しかった、美味しかった。青空食堂、大宇宙ですよ、大宇宙。これより上はダメなのか、うん、ふー、ギリギリ到着。トーマ鍾乳洞、これはですね、インスタでフォロワーさんの方が最初にここを訪れたのを見て、僕たちも今回の旅にリストしました。行ってみましょう。龍伝説、なんと地元の東間小学校の 3,4 年生が作ってくれたマップ。さあ行きますよ、葵さん。東間鍾乳洞、やばい、怖いかもしれないよ。
1億5000年前のものと推定されております。1億5000年前だって、涼しいね。下がっております。これを降りてってみようか。金明水こんな狭い道を歩いていきます。わお、よいしょよいしょ、銀明水きちゃん。あー、広いとこに来ました。すごいね。うんうん、あ一体ここは、すごい、いいよこれ。本当だ。白線城、この辺とかやばいよ。1億年前からあるんだってこと。1億年前、はい、うわー綺麗、何これ。ぜひお立ち寄りください。自然が作った鍾乳石。この洞窟は気温は9度です。道理で寒いわけだ。さて、この北海道の旅も一応目的としていた観光スポットは全て行き尽くしました。今から旭川方面に向かいつつ、北海道最後の温泉と、それから北海道最後の夜ご飯、これを探しに行きたいと思います。今探すんかーい。じゃんじゃじゃん、あ、結構いっぱい。何秒？3秒。私の心は揺れています。ラーメンか北海道回転寿司か、ラーメンか北海道回転寿司か、どちらもすぐ入れます。北海道最後の夜飯は旭川ラーメンに決定。鷹の爪。ふー、やっとご飯。白龍赤鬼極み味噌、うん、今夜北海道最後のディナーの夜、念願のラーメン、セッカーラーメンで締めます。いただきます。うまい。あんまり？なんか活気がないのが気になった。うん、美味しかった美味しかった美味しかったし、ここは、ショッピングモールの中にあるラーメン屋さんなので、トレーラーも問題なく駐車できました。やはり北海道トリップの問題点、たった一つ、一点だけ、飲食店の駐車場問題。飲食店の駐車場に止めらんなくて断念するケースが多々ありましたね。それ以外は観光地、ガソリンスタンド、それからお風呂、温泉はもうどこでも止められるので問題なかったです。ご飯屋さんだけだ。大好きなコインランドリー、今のタイミングで本当にコインランドリー必要でしたか？はい、必要です。これは奥様たちは皆さん共感してくれるはずです。というわけで、かなりね、予定よりも大幅に遅れてしまいました。いろいろありまして、今から千歳のリビ川まで移動、約2時間半のドライブです。時刻は7時45分。ちょっと今日はね、いっぱいいっぱいスケジュール詰め込んでます。最後の夜、 Here we go。 これ見えますか？街灯に集まるガの軍団です。やーべー、気持ち悪い。さあ、ここで岩見沢インター近づいてまいりました。さあ、やってまいりました。高速料金ハウマッチタイムがやってまいりました。一体いくらなんだ。料金は、おや、そうでもない。そうでもない。走った距離にしたらね、思いのほか
暖かくなかったのでちょっとホッとしました。さあ空港です。千歳空港、バイバイ。葵が到着した空港です。旭川から運転すること約3時間ですかね。千歳の某公園に到着しました。今日はもうお休み、明日は5時起きです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はゆっくりドライブするルーティングを考えたはずなのに、最後いつも通り距離と時間を見誤り11時到着。僕このトレーラーで一番気に入ってるポジションここです。あ、そうなんですか。はい、なんでかというとここで立ちながらスマホをいじりながら飲みたいんです。上のアメ横を立ち飲みスタイル、まさかトレーラーで実現できるとは思いませんでした。つまみがあったら最高。もつ煮、もやしナムル、牛すじ煮込み、きゅうりの味噌漬け、立ち飲み居酒屋バンライフ、飲みに来てください。乾杯。疲れちゃんでした。また明日。Good night. Dude, that father is 10 men perm.